タオですということで今回もやっていきましょう。今回の話はですね、パワハラ、悪口、暴言、脅しを受けてから人生のゴールが見えたという話をしていきたいなと思います。私はですね、インターネット集客に YouTube を使って広告費を一切かけずにオンラインコンテンツを500本以上商品を販売してきてですね、4000万円以上の利益を作ってきました。まあ、今こそトータルの売り上げも億を超えているということになっているんですけれども、つい数年前まではですね、私は人生のどん底にいたんですね。で、まあ、私が勤めていた先の上司にあたる人がですね、私に対してパワハラだったりとか、まあ、悪口だったりとか暴言、脅しっていうのを、してきたということなんですね。で、当時私が任されていた仕事っていうのがね、上司の仕事ですよね。理想とするその思い通りの仕事になっていなかったっていうところで、まあ、私はパワハラを受けていたんですけれども、やっぱりあまりにもひどすぎる言動にですね、私はもう精神崩壊していました。はっきり言っても鬱みたいな状態になっていたということですね。で、まあ、今彼がですね、昔言っていた言葉をですね、ボイスレコーダーに録音して、他の誰かに言ったとしたらですね、間違いなく訴えることができるレベルなんですよ。で、まあ、当時はですね、自分自身が仕事ができないから、まあ、このぐらいは言われても仕方ないかということで、その悪口をね、受け入れてしまっていたんですよね。自分の中でもうこれはもう言われて当たり前だみたいな感じに、おかしな思考回路になってしまってたわけです。でも今思えばですね、よく冷静に考えてみたら、仕事ができないぐらいでなんであそこまで言われなければならなかったんだろうと、ね、なんでこんな人に自己肯定感をですね、ここまで下げられなければならないんだろうっていうふうに思ったわけです。まあ、いくらね、指導者の立場であるからといって、まあ、言っていいことと悪いことって絶対あるわけなんですよね。まあ、あ、こうやって強いね、自分の立場を利用して、まあ、人を不幸にしていくと、これ本当にね、本当に指導者として終わってるなっていうふうに思ったわけですよね。結局なんだかんだ正当な理由をつけて、自分の言いたいことしかもう言えなくてですね、で、相手のことを理解するっていうことができない人なんだなっていうふうに思ったんですよ。で、なぜこの話をしたのかっていうと、こういう経験があったからこそ今コンサル業をやっていて、すごくやりがいがあるんだなっていうふうに思ったんですね。まあ、コンサルってやっぱりノウハウを伝えるだけじゃなくて、相手のことをやっぱり理解しようとする気持ちがないと、クライアントさんとの信頼関係って結べないんですよね。そういう意味でも、まあ、あの時ですね、こういう人になりたくないなっていうふうに思う人がいてくれたから、まあ、今こうして自分は相手のことをですね、理解して、そして、まあ、無理やりね、相手ができないからといって、無理やり頭ごなしに怒ったりとか、押し付けたりとかね、そういったことをね、するのはやめようっていうふうに誓ったわけですよ。ですから、この動画を見ているあなたもですね、あなたが今まで過去にですね、反面教師になるような人がいたとしたら、その人は自分のゴールとかミッションに関係している人っていう風に見方を変えてみてもらいたいんですね。まあ、かなりネガティブなんですけど、自分の人生に影響を与えた人であるということは間違いないわけですよね。おそらく今でもね、そういう辛い過去の経験とかがあると、まあ、思い出してすごく嫌な気持ちになったりすると思うんですよ。でもそういう過去の経験とかね、体験の見方を、ね、少し変えるだけで、その時のね、経験っていうのが違った景色に見えてきたりするわけです。それが実はあなたのゴールとかミッションを、まあ、深くね、関わりがある内容だったりするわけなんですね。まあ、今でもふと思い出すとですね、まあ、やっぱりああなりたくないなとか、本当にね、残念だったなっていうふうに思うわけですよ。だから私も逆にね、自分と関わった人たちの人生っていうのを好転させるような人間になりたいっていうふうに思ったわけなんです。まあ、何が言いたいのかっていうと、反面教師みたいな人がいたらですね、その人から受けたこととは真逆のことに対して、強いエネルギーを持ってるんだなっていうふうに思うんですよね。だからパワハラとか悪口とか、ね、暴言を吐く人っていうのは、まあ、僕からするとありえないと思いますし、指導者としてやっぱり恥ずかしくないのかなと思うわけですね。で、私たちは、まあ、そういう人を作らない世の中にしていく必要があって、で、まあ、実際パワハラしてる人たちっていうのは、まあ、やっぱりこう自分のことで精一杯なんですよね。やっぱり相手がこういうふうに言ったら相手は傷つくなとか、こういうふうに言ったら相手はこういう思いをするなっていうところまで考えもやっぱり至らないんですよ。もしそれ考えが至ってるのに言ってるんだとしたら、もうそれはちょっと性格に問題があるっていうところだと思うんですけど、まあ、そういう人たちはね、実はあの被害者なのかもしれないというふうに思ってます。っていうか被害者だと思ってます、うん、だってどんなことがあってもやっぱり人に悪口を言ったりとか暴言を吐いたり
してね、幸せになれる人って絶対にいないので、だからそこに気づいてない時点である意味も被害者かなというふうに思うわけです。だから、まあ、そういう、まあ、被害者をですね、これからどんどん作らないように、まあ、今ね、心の時代っていうふうに言われていて、やっぱり物とかね、サービス、商品っていうのはもうたくさん溢れました。だからそこですごくね、人がね、心を病むっていうことはなくなってきたんです。明日食べるご飯がないとか、ね、住む家がないとか、そういうところで悩むっていうよりは、どっちかっていうと物は溢れてるので、心で病んでしまう人がたくさん世の中にはいるわけですよね。だからそういう人たちをね、まあ減らしていくためにも、やっぱり良き指導者っていうのを作っていく人が必要があると思っていて、まあ、私もコンサルタントを教えるコンサルタントとして、しっかりその辺もですね、まあ、潜在意識のコーチングだったりとかっていうのを踏まえて、その人に合わせたゴール設定の作り方だったりとか、使命とかミッションの見つけ方だったりとか、そういったことも含めてですね、こうやって無料動画とかでも喋っていこうかなというふうに思ってます。ですから、まあ、私がね、さっき言った通り、そういう悪口言ったり、パワハラ言ったりとか、そういう人たちをもうこれ以上ね、作っていかないようにするためにも、まあ、自分の過去の経験の中で、あ、この人ちょっと嫌だったなっていうふうに思う人いると思うんで、そういう人たちを見つけて、まあ、あの逆のエネルギーですよね、そういう人になりたくない。ってことは、どうなりたいんだっていうふうに考えていくと、ゴールとかミッションっていうのが見えてくると思います。できれば、ね、本当は意図的に思い出すことはないと思います、ね、わざわざそうやって思い出して、わざわざね、記憶を再生させるってことはないと思うんですけど、だけれどもふっとした時にね、そういう記憶って出てきたりするじゃないですか。そういった時はもう自分の、まあ、感情的にはですね、もう数ヶ月数年経ってれば落ち着いてると思うんですけど、やっぱり思い出すとちょっと嫌な気持ちになるじゃないですか。そしたらそういう時は、自分の中で、自分の心の中で、あ、こういう人がいて、で今も考えてもすごく良くないなと、気持ち良くないというふうに思うんであれば、あ、自分はそうならないようにしようということで、また気を引き締め直すというか、自分のミッションとか使命を確認してですね、そして、まあ、役に立てるじゃないですけど、過去の経験も全部使うってことですよね。いいように使っていきましょうという話です。もしね、あなたが普段生活していて、まあ、ふとした時に過去にパワハラされたことを思い出してしまったっていうことであれば、まあ、そのエネルギーを逆に利用してですね、この経験から自分にできることって何なんだろうかっていうふうにね、ぜひ考えてみてください。そうするとあなたのゴールとかミッションっていうのも見つかりやすくなると思いますので、ぜひですね、実践してみてください。はい、今回は以上になります。今回の話がですね、あなたにとって何か良い気づきになったということであれば、ぜひグッドボタンで応援していただけると幸いです。で、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もお待ちしております。で、動画の下にですね、公式 LINE 登録フォームがありまして、そちらご登録いただきますと、今特典動画プレゼントしてますので、ぜひ、公式 LINE のご登録もよろしくお願いいたします。はい、それではあなたの貴重なお時間いただき、最後までご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。